久保さん。今回バリちゃんに行きましょうか。僕の大好きなバリちゃん。バリちゃんマジですごい。も <laughs> う YouTube 始めた時にいろんな人の動画見て、あ、こういう概念もあるんだ。これでも再生数上げられるんだっていう一つの中でバリちゃんが衝撃的で、もうただ食ってるだけなんですね。もう本当に一番最初の動画、 あ僕がびっくりしたのが、その時にチャンネル登録者数が、今ね、3万人ぐらい、3万人いんのかな今、3万3千人、約3万4千人ぐらいいてるんですけど、僕が発見した時は、あの、3千人か2千人ぐらいなんですよ。で、チャンネル登録ね、3千人とか2千なのに、あ、じゃあ1人だったかな、まあ、千人ぐらいだったような気がする。なんか、まあそそ、千から3千か、そんぐらいなんですけど、あの、 0千から二千とか回してるんですよ。な、何が言いたいかっていうと、チャンネル登録と同等の数字をずっと出してたんですよ。ずっと。すげーな、みたいな。普通じゃないじゃないですか。だから久保さんが今、チャンネル登録者数一万何ぼでしょじゃあ、毎日日々の動画、毎回一万回回していくってことですよ。これすごないですかで、動画が、ね、食べてるだけです。<laughs> しかも、何も喋らないです。 で今はね、ちょっと最近見てないんであれなんですけど、今は喋ってるかもしれないですけど、初期の見てもらうと分かるんですけど、すごいっすよ。ほんと何も喋んなくて、これでいけんだみたいな。でね、久保さん、ここからオチがあるんですけど、で僕、バリちゃんをめっちゃファンになって、でバリちゃんを映してね、バリちゃんを映して一緒に食べるっていう動画を撮ってたんですよ。ね、で、どうなったかっていうと、あの、 この前かなこの前、吉谷さん、あの、また、バリちゃんと一緒に食べてる動画アップしてください、みたいな。<laughs> それ、熟成さんなんですけど。<laughs> すごないですか <laughs> バリちゃん、何も喋らないバリちゃんと、ただ僕が食べ、一緒に食べてるみたいな。モニターでバリちゃん映してね、こう食べてるんですけど。喋らんのかいってじ僕ちょっとツッコミ入れたりとかしたりとかしてたんですけど。もう、ネタもクソもないですよね。 他の人の動画と一緒に食べるみたいな <laughs> ね<え>。ねだからなんかね、あの、無限ですよ。本当に。今ね、バリちゃんの、あのー、チャンネル見てるんですけど、うん、すごいですね。これ常にやっぱアップしてますよ。4時間前にはアップしてますね。だいたい常時今4000回ぐらい回してますね。今4000回とか6000回回してます。 カスタムサムネイルもちょっとね、YouTuber っぽくなったな、バリちゃん。うん、昔はね、もうカスタムサムネイルもなかったんですよ。うん、カスタムサムネイルもなんもない。今はちょっと YouTuber 寄りになってますけど。そう。本当見てほ、バリちゃん本当見てほしいですね。うん、でもね、こう見て僕が分かったのが、あ、なるほどなと。あ、これ結構味があるなっていう。 うん、なんでこれが回るのかっていろいろ考察していって、いろいろ見ていって、ああ、こういうニーズもあるんだっていうのは、僕、僕もファンになったんで、うん。ただ食べてるだけなんですよ。で、な、まあ、一言で統括してまとめると、落ち着くんですよ。<laughs> 落ち着く <laughs>。っていうところじゃないかなっていうのが僕の考察ですね。バリちゃんのどただ食べてるだけの動画見るだけで落ち着けるっていう。なんか、ほわっとできるっていう。 ホアっていう価値提供してるってことですね, <laughs> ねそう。みんな価値をね、作らないといけないと思ってるんですけど、価値っていうのは相手が感じるものなので、うん。<laughs> そのただ食べてる動画に対してどんな相手が価値を感じるのかっていう話で、もちろん感じない人もいますよ。でも価値を感じた人はそっか職に入ったんでしょうねって話で。 久保さん僕も食べてますみたいな話ですよね。だから価値は作るものじゃなくて感じてもらうことっていう。じゃあつまり何をすればいいのかっていうとえ発信しろってことですね。言ってらっしゃい